X 解 -108 レイピア X 解 -108X 解 -108 はアメリカ空軍が計画した長距離溶撃護衛戦闘機である。相性はレイピア。開発はノースアメリカン社が担当し最高速度マッフハ3を超える高速戦闘機として開発されていたが予算上の問題や護衛対象とされた B-70 戦略爆撃機の計画縮小などから 実機が製作されないまま1959年9月23日に開発中要された。X 界 -108 の代替として CIA が発注していたマッハ3で巡航可能な戦略偵察機ロッキード A-12 の戦闘機型 UF-12 が新たに計画されたが、これも1965年に試作段階で計画中止となってしまった。 B-70 も計画が中止され、試作機、XB-70 が2機製作されるに、止まっている。X 界 -108 そのものの開発は、中止されたが、下記完成装置の案、ASG-18 と空対空ミサイルの、AIM-47 という組み合わせは A-12 の戦闘機型 UF-12 に引き継がれ、宣伝を経て、 グラマン海 -14 の案、アメリカンワイヤーゲージ -9 と AIM-54 フェニックスとして結実した。1950年代初頭のアメリカ合衆国では、北極海を越え核攻撃を目指してくるソビエト連邦の爆撃機を擁撃するため、高速度で大きな航続性能を持つ高速擁撃機が要求されていた。1五十二年には、 アメリカ空軍によって高速長距離溶撃機の開発が検討され始め、1955年7月20日には、この種の航空機の開発が認められることになり、ノースアメリカン、ロッキード、ノースロップの3社に要求が提示された。この要求には、総発複座で武装はミサイルのみ、最大速度はマッハ1.7以上 1840km の戦闘行動半径。 高度1万8000メートルでの飛行可能、などが盛り込まれた。比較の結果ノースアメリカンの名 -236 案が有望とされ、これが採択された。しかし、予算上の問題で長距離溶撃機計画は1956年5月9日に中止となってしまった。その後1957年4月11日に計画は再開されるが、その性格は大きく変更され、 長距離攻撃の他当時の戦略航空軍団の時期、爆撃機として開発が進められていた B-70 の護衛戦闘機としての性能も要求された。そのため、マッハ3下の巡航が可能でかつ、航続性能の大きな航空機が必要とされた。アメリカ空軍は1957年6月6日に、この要求を盛り込んだ上で、ノースアメリカンに開発再開を依頼し、 試作機2機の発注がなされた。ノースアメリカンは、ナ a 2 3 6ンと同様のナス2 5 7案でもって開発を再開し、この航空機には、X ス -108 及び、ウェポンシステム 202A の名称が与えられた。しかし、B-70 の目標とした、航続距離が約 12000km 万キロメートルにも及ぶのに、 対し X 回 -108 は 4000km 程度であったことから戦略航空軍団において爆撃機の全工程をカバーできない護衛は護衛ではないあるいは戦闘機が向かってくるなら護衛もできるが対空ミサイル相手では護衛できないといった護衛戦闘機への会議論が生じたことや ICBM や SLBM など爆撃機より安全で確実な各攻撃手段の 発達などによって B-70 計画が縮小されたことにより、計画への興味は次第に失われた。結局 X 解 -108 は1959年にモックアップのみ作成されたものの、同年9月23日に再び開発が中止された。X 解 -108 の想像図 X 解 -108 は2段の高体格を持った高翼の変形。 デルタ翼機であり、前円交代角は、内翼で58度、外翼で40度となっている。主翼仮面には、ベントラルフィンがあり、また、外翼には4度の下半角が付けられ、垂直尾翼は、全誘導式1枚である。二次元インテークを胴体側面に持ち、B-70 と同じゼネラルエレクトリック製、J、J93 ジェットエンジンを2機搭載する、予定であった。 このエンジンにはスラストリバーサーを装着することも検討された。武装はミサイルのみで核弾頭装備のガー9、AIM-47 空対空ミサイルの搭載が計画された。下記完成装置としてパルスドップラーレーダーを用いたヒューズン AS、ASG-18 を装備し、後席の乗員が武器の操作を担当した。なお、超音速飛行時に 通常の射出座席で脱出するのは危険であることから、射出座席は B-70 と同じく乗員ごとのカプセル式が予定されていた。A-12 の派生型としては、最終的には空軍の超音速戦略偵察機として SR-71 が実用化されている。ミリタリーエアクラフト1994年1月号。 アメリカ空軍戦闘機1945から1993デルタ出版 P154 ありがとうございます。